打順は1番に帰ります。バッター堂林、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトになっています。ボールになります。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで2試合連続のマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。さあベイスターズ、得点圏にランナーを背負った場面です。こういったところから足元を救われないようにしっかり抑えていきたいですね。追っつけて打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、本塁タッチはアウト、ランナー出ましたが、8回まで来ました。カープ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは丸、今日はまだ当たりがありません。ベイスターズリードで迎える8回です。小宮山さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、やや気持ちの面では楽になってきているでしょうか。まあただ最後までしっかり守りたいですね。確かにその通りですね。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。打順は4番新井、今日はまだ当たりがありません。三浦、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファウルになります。ここもファールです。バッター一塁送球します。おっと送球がそれた、これはショートのエラーです。さてバッテリーはこのバッターどう攻略していくでしょうか。小宮山さん、まあ、そうですね、一発が怖いですから、やはりあっと強い当たり取れない、これはサードのエラーです。ベイスターズピンチになりました。さあそして打席には鈴木が入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここを抑えて反撃の目をしっかり積むことですね。なるほど、そうですね。打ちました。ボテボテ二塁へ、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。小宮山さん、やはりエースきっちりと試合を作ってきましたね。まあそうですね、点は失ってますけど、まあしっかりとしたピッチングはしてますよね。さあ完投なるんでしょうか。一塁そのまま入ってアウト。8番バッター相澤、今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。打ちました、ショート取った、ツーアウトになりました。ここはそのままピッチャーが打席に立ちましたね。そうですね。ここは代打を出さないっていう選択はありえないと思いますけどね。そうですね。バッターボックスには代打の松山。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。そうですね、塁に出して余計な神経は使いたくないですからね。しっかり抑えたいところですね。そうですね。さあ注目しましょう。アウトコース決まってストライク。チェンジアップ空振りです。あっという間に2ストライクです。打ちました。これはどうだ、一二塁間を破る、今シーズンの初打席で初ヒット。2アウトランナー一塁、打順はトップに帰って堂林。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。さあここでカープダイソーを送ります。野間がファーストランナーに入ります。初球ボール、ストライクになります。
めの変化球です。ファウルになります。今のファウルの感じだとタイミング合ってないですから、他の球種インサイド落ちました。内野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。 DeNA ベイスターズが見事勝利を収めました。小宮山さん、いやエースらしい粘り強いピッチングでしたね。まあ本当によく頑張りましたね。どこかで、まあ、崩れそうな感じはありましたけどね、本当によく頑張りました。本当にそうですよね。チームに勢いをつける、そんな勝利になりました。勝った DeNA ベイスターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のカープですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。